大人になる瞬間があるって信じてるのは子供だけだ。この時の私たちはまだ深く私が笑わないとナミちゃんが泣くの。あのバスに乗らなければいけない。夜空を見上げた時笑えないの。憧れよりも諦めを感じた。この時の私たちはまだどこまでも続くその広さが大人になるには必ず私がいないと生きてけない。海賊船が沈み宇宙人も飛び去るといつしか幽霊の声も聞こえなくなった。それは非常に満ちた僕らはまだ小さな歌物語の傍観者だ。十五少女秋音恵美の場合、明日は秋音奈美の場合。